アムちゃん。はい、皆さんこんにちは、ヤムです。さあ今回もアムちゃんの時間がやってまいりました。今回は黒猫のウィズをやっていきたいと思います。クリスタルガチャ、新しい5人のキャラクター、カルム、テルミド、カイン、ニティア、ニレイヌが登場とウィズセレクション祭りが一緒になったクリスタルガチャ20連でいきます。なんか新しいキャラクターは情報を見てたらですね、 SS と L と進化の方向が違うみたいなことが書いてあったから、これは E の星ですね。 A この辺なんか出た気がする。 A、 はいはい、 A、 A からの A、 そしてSS かなの流れは。あ、 L 来たL 来ました。可愛いのが来た。これはその他はね、なんか持ってるのが多かったんですが、このレジェンドキャラが新しく来ました。ニティア、これ新しく5人来たシリーズの中の1人ですね。ニティアさん、 ADCD、 なんて読むんだろうこれはなんかクワみたいな水属性の味方を回復、 HP20% 以下でさらに回復、効果値25、HP20% 以下だけど25ってすごく大きい。スペシャルスキルの発動ターンを1早め、敵単体の攻撃ターンを1遅らせる、いいスキルがついています。回復ですね。回復術師じゃないな。ADCD っていう種族なんだ。なるほど。ということで、これは、もう、レジェンドで出てきてくれたので、レベル上げをすれば、すぐ使えますね。でしかも、水と光属性ということで、まだあんまり光使えるところに行けたことないんですけど、光と闇も、あるんですよね、パネルが。でもそっちにも行けるということで、新しいキャラをゲットすることができました。もう一回引きます。いやー、かわいいし、いや、レジェンドカードになると本当にイラストがかわいくて、どんどん進化させるのが楽しみなんですよね。そしてキン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 、 AAかわいいの持ってるの。あ、かわいい。あ、これもかわいい。あ、これもかわいい。あ、もうこれ持ってる。ドラゴン来た。A。そして、SS 来たー。またかわいい子が来たよ。またかわいい子が来たよ。種族 ADCD。これは SS だから、レジェンドで出たカードとはちょっと最終進化が違うみたいなんですが、非闇属性ですね。コード、テルミド、虚構、エングルフ・イン・ダークネス。5チェインで非属性の味方の攻撃力をアップ。効果値40。パネルの色が2色以上でさらにアップ。30。2色か。クイズがね、難しくなるとね、ちょっとなかなかチェインがね、続かない時もあるんですけど。で、アンサースキルがそれで、スペシャルスキルが敵単体へ非闇属性の5回連続ダメージ。効果値180。HP20% 以下でさらにダメージアップ。効果値180。必要切開数7。ということで、さっきの誰だっけ？かわいい着物のキャラクターは回復でしたけど、こっちは攻撃というか、なんだろう、攻撃力をアップ、どんどん攻めてけ的なキャラですね。すごくバランスが良い感じで当たってくれました。この子とか、なんか見たことあるな。でもなんかかわいい子がいっぱい来た。セティエ。大回復。まだデッキが、全部レジェンドで5つは埋められないので、こういったね、A キャラとか、
なんか S キャラとかちょっとコストが低いやつとかも必要な感じなので、最終進化とかね、に比べて育てられそうなのは育てていきたいなと思います。ということで今回はウィズセレクション&新しいキャラが5体出るということで、ガチャを20連ですね、引いていきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひまだ引いていなかったらガチャも押してみてください。ではアムちゃんでした。また次回のアムちゃんもお楽しみに。バイバイ。